こんにちは、工場長です。今日はですね、こちらです。パパパーン、イーマリーちゃんじゃなくってね、タイトルにも出ていると思います、サプライズトイ。引っ越し作業してる中で未開封のサプライズトイがたくさん出てきました。 LOL とかもあります。このサプライズトイね、なんで開けなかったんだろう。わ、ちょっと今日はこちら、ね、全部可愛いんですよ。中何入っているんですかね、これ。もしかしたらもうノッテンとかがね、多分開けてるかもしれないんですけど、私もこちら開けていきたいと思います。ざっと種類はこんな感じです。まずこちらから、こちら哺乳瓶の形のやつ、これ超可愛いよね。なんかどんなの入ってるんでしょうか。そしてあとはおなじみの LOL ちゃん、あとプープシーもあります。そしてこちらヘアドアブルズのペットバージョン、ヘアドアブルズちゃんのお人形の方が可愛いんですけど、ペットってどんなの入ってるんだろうか。見て、これサヤエンド、これ中なんだろうね、多分3カプセル入っている感じ。セルとかなんかこういう大きい箱、なんかこんな感じのやつ。ということで今日はこちら開けていきます。まず最初、私一番気になっているこちらのサヤエンド見てみたいと思います。ここから出していくんですね。ポロッと、すごい本当にサヤエンドみたいに 実が出てくる。じゃあこのフィルム剥がしていきます。よいしょ、ちょっとソフトな触り心地のカプセル、サヤエンド感を増しましたね。なにこれ、めっちゃちっちゃい、見て、これめっちゃちっちゃいアヒル入ってる、かわいいアヒル。そしてこれは帽子かな、あとなんだろう、これじゃん、プロフィール帳みたいなやつか。ではもう一個続いてこっち側から出していきます。中身はこちら、バーン、うわー、なんだこれ、洋服が入ってる。そして靴だね、衣類だ、あとあれ、おしゃぶりも入ってます。そしてこれはキーホルダーとかにできるのかな。でこっちにはすごいラインナップじゃない、小人がいっぱい。ではではでは最後、じゃここにさ、お、なんだろう、小人の本体が入ってるんじゃないでしょうか。ポロン、オープン、おー、人間だ思ったよりも大きい、うわー、赤ちゃんだ、おー、生まれた。おー、ふくよりしててさ、この赤ちゃんっぽさが可愛いですね。あ、すごいね、しかも結構関節くるくる回って、ちゃんとレゴみたいに動く系ですよ。あら、長沢くんみたいな。着替えるとこんな感じ、どう、なんか謎の前のめりで。まあ、め、こ、じゅん、の道中一と。それでは続いてこちら、カップケーキみたいなやつ。まずは白から、キリキリっと、ポポポ、なんだ、お、あ、あ、なんか出てきた、クマクマのカップケーキだ。ここをくるんと入れて、クリームたっぷり乗ったクマちゃん。黄色いカップケーキはポン、あ、かわいい、ベージュのクマさん。続いて緑色、これはどんな子が入っているでしょうか。パン、あ、これもかわいい、草原みたい、見てクマさん、かわいい、ちょっと淡い系の色合いですね、森の妖精さんみたいな。続いてはこちら、ヘアドアブルズ、皆さん知ってますか。ヘアドアブルズそれのペットバージョン、ポポポーンで開けると、あのヘアドアブルズに本当に似てるっていうか、本当大きさは違うけど作りが同じだ。じゃじゃーん、ここがお部屋になっています。この1番から開けていきます。ピロン、何はこちら、飲み物かな、ドリンク、こういうやつ。そして次2番、よいしょ、じゃん、あ、なんかいっぱい入ってる、ステッカーと毛並みを整えるためのブラシ、そしてこれ虹モチーフのヘアピンが入ってます。これかわいいね。そして最後ですかね、こっち、ここに多分メインのペットちゃんがいるんだと思います。ババン、中身はこちら、色が素敵、インスタ映えポニーちゃんだ。長い縦髪も素敵ですね、尻尾もある。
そうか、この毛をこのブラシでこうやって溶かしてお世話してあげるんですね。チンと、あ、かわいい。こんな感じでおしゃれさせることができます。続いてこちら、スイーツ系のやつ開けていきたいと思います。多分これとこれはドリンクですよね。これなんかよくスタバにありそうなやつと、あとこれもスイーツだけどちょっとユニコーンチックなやつ、そしてこれはアイスクリーム、下がコーンになってます。あ、かわいい。ここを開けるのかな。上を開けます。ポン、あ、え、意外と大きいものが入ってる。え、何これ。あ、これスクイーズ、めっちゃ低反発。あ、かわいい。見て、おしゃれさんのドーナツのかってる頭に、かわいい、スクイーズだ。すっごいね、もっちりしてる。まさかのまさか、びっくりした。てっきりプラスチック系のフィギュアが入ってるかと思ってました。でもう一個さ、こっちにもなんか入ってるね。なんだこれ。あ、哺乳瓶のチャームと、じゃーん、コーヒーみたいな、カフェラテみたいなカップので、これもスクイーズです。ちっちゃいミニスクイーズ、かわいいですね。こんなちっちゃい容器だったのに中に入っているもの豪華ですね。続いてこちら開けていきます。さっきの豪華だったからこっちも豪華なんじゃないかっていう、勝手に期待しちゃいます。あ、なんかレトロな色合いでかわいいパッケージが、リンゴジュースみたいな色。よいしょ、じゃん、でこ、あ、かわいいね。これもまたかわいいね。袋の中はこちら、ドリンクとボールチェーン。続いてこちら、ユニコーンちゃん風のドリンク、開けます。ポン、お、いろいろこれも入ってます。あ、なにこれ、あ、めっちゃかわいい。このボトルだ。で、パッケージと同じじゃない、ちょっと違うか、でもほとんど似てるボトル。そして中身こちら、この子クジラさんにユニコーンの角が入ってます。そして袋の中こちら、あー、これもかわいい。色がさ、みんな統一されてていいですね。続いてこのシリーズ最後、アイスクリーム開けていきます。今までのとちょっとパッケージの形が違うので、一体どんな子が入っているのかな。じゃじゃーん、おー、ぽぽぽぽぽ、なにこれ、ひょっこりはんしてるよ。ポン、あー、なに、ハリネズミちゃんかな、なんかすごいすごい柄がついてる。これトラさん、ハリネズミさん、なんだかチョコレートいっぱい跳ね返ってきたような柄をしてます。お、アイスクリームのチャーム、袋の中には小さいスクイーズ、こちらです。めっちゃ可愛い。カップの中にアイスクリーム3色のとクッキーみたいな、あの薄いサブレみたいなやつが乗っかってます。残りあと6つになりました。次はね、この哺乳瓶にしようかな。これもすごい気になる形してますよね。本当のね、ミルクが入っているみたいなんですよ、これ周り。よいしょ、じゃん。でね、そう、さっきのやつと同じメーカーっていうか、あれみたいです。このやつの形が違う、哺乳瓶バージョンっていう感じのものみたいです。早速かわいい。見てこれ、哺乳瓶のちっちゃいキーホルダー入ってます。大きい、めっちゃ大きいんだけど、ハテナって書いてる。それでは中身見ていきましょう。こちら、じゃん、あ、ちっちゃいの入ってる中にせーの、ババーン、あ、だー、かわいいね。クマの、どうも、なに、クマの被り物した赤ちゃん。そしたらこっちなんだろう。この中はこちら、かわいいですね。これクマの被り物した赤ちゃんと本当のクマのスクイーズが入ってます。続いてこちら、ちょっと変わった形のサプライズトイ開けていきます。あ、かわいい、お花、お花が咲いてるみたいなパッケージ、パッケージじゃないや、本体。中にはこちら、オレンジ色のお花の形のした、かわいいブラシっぽいものが入っています。そしてこれ、いい香りする、ミルキーみたいな香りします。あ、パパパーン、かわいい妖精さんが誕生するサプライズアイテムです。見て見て、かわいくない。そしてあとこちら、これはね、帽子になるみたいですよ。ここ頭にこうやってかけて、
て、お花の妖精さんかな。次はこちら、可愛い動物ちゃんの絵がたくさん描いてあるやつ開けていきます。はい、中身こんな感じ。なんか面白いですね。ここ穴が2つ開いてます。あ、開いた。2つ。こっちから開けていこうか。なんだろう、なんか柔らかいけど何が入ってるの。ボーイオアガール、男の子か女の子か、どっち。ちょっと開けます。じゃじゃん、黄色い、これアクセサリーかな。なんだこれ、ガールだって、女の子みたいだよ。あ、そしてまだ入ってます。なんかピンク色のおもちゃの注射器。そしてなんだったっけ、あの口塞ぐやつ、あれなんだったっけ、これおしゃぶりだ、おしゃぶりです。ということで、こっちの中にはじゃあ女の子が入ってるってことかな。パパーン、あ思ったより大きい。でこれは頭のアクセサリーですね。そしてここおしゃぶりもつけられるようになってます。あ、でこれあれかな、きっとこうやってベッドで寝せて、こうやって保育器みたいな、ここから注射とか打って赤ちゃんのお世話をするっていう感じのパッケージだったんじゃないかな。よく考えられてますね。では次、 LOL ちゃん開けていきたいと思います。スパークルシリーズということで、スパークルだからキラキラ系の LOL ちゃんが入ってるのかな。こっちからビリビリちぎっていきます。よいしょ。うわ、この裏がすごい綺麗。これはシークレットメッセージ、時間にキラキラ。これいつもわかんないんですよね。よいしょ。わー、すごいパッケージ綺麗。あ、中身ピンク色だ。しかもちょっとツヤ感のあるボトル。そしてこちら、じゃん、シール入ってます。あ、こっち透明になってる。めっちゃ可愛いね、このカプセル。では中身開けていきましょう。あ、薄い紙に包まれてるんですね。お、あー、すごい、この包装も可愛いですね。まず一つ目はこちらの靴だ。見てこれ、ローラースケート。スパークルシリーズだからキラキラなのかな。こちら、じゃ、わー、すごい綺麗、スケート選手みたいじゃない。ここじゃじゃん、大きなリボンです。これも可愛いですね、全部キラキラしてて。中身こちら、わー、可愛いピンク色のボトル。これも上キラキラしてます。それでは最後、 LOL ちゃん、ドールちゃんです。どんな子かな。じゃじゃん、うわわわ、可愛い、頭ピンク色のキラキラ。着替えるとこんな感じです。もう服も可愛いしさ、頭のこのアクセサリーも可愛いし、靴も可愛いしで、全部可愛いですね。で今回のこのカプセルは、ここにドールちゃんを立たせることができるようで、そしてこれをこうやってカプッとこんな感じかぶせて、あとこれ吊るすことができるそうです。今の時期だったらクリスマスツリーとかにつけてあげると可愛いですね。それではもう一個同じやつ開けていきます。ビリビリ、中身こちら、なんかもう飛び出てるけど。では開けていきます。まずはこちら、靴。こっちもこっちで可愛いですね。またピンク系だ。ピンク系の靴。なんかちょっとユニコーンチックじゃないでしょうか。こちら、これこれ、ほんとユニコーンちゃん系の子が入ってんのかな。こちら、じゃじゃん。カチューシャ、あ、ユニコーンだ。ボトルは、じゃじゃーん。あ、これもユニコーンカラーですね。そして最後、ドールちゃん見ていきましょう。どんな子かな？せーの。じゃじゃじゃーん。はは、かわいい。あれ、こういう子でも前にいなかったっけ？あのユニコーンちゃんの子。こんな感じに着替えていきました。もうさっきの子といいさ、ユニコーンちゃんといいさ、もうどっちも素晴らしいですね。もうどっちもかわいい。それでは最後になりました。最後はプープシー開けていきたいと思います。開け方は知ってる人多いのではないでしょうか。私も前に動画でやっているので、ね、これはサラサラっと開けていきたいと思います。こうトイレットペーパーみたいにめくっていくと、ユニコーンスライムを作る材料が出てきます。よいしょ、これと。そしたら次、上の方開けていきます。まず一袋目開けていきます。お、あ、キラキラの水色ボトル、綺麗。そして次、大きいボトルの方開けましょう。このボトルがね、毎回可愛いんですよね。
じゃん。あ、コカ・コーラだ。それではこちらコンテナです。中身はこちら、じゃじゃん。あ、すごいキラキラしてる。真っ白、なんか雪みたい。え、かわいいですね。キラ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 してるけど特にレアじゃありませんでした。でこっちがレアだったのかな。このかぼちゃめっちゃキラキラ輝いてます。あとはこれでスライム作りやっていきたいと思います。でこちらのボトル、あ、下開いちゃった。ここの下が開くようになっているので、ここにこの計量カップで測ったお水を2杯入れていきます。1杯2杯。そしたらここに香りエッセンスを5滴入れます。あ、なんか爽やかな香りがしますね。そして最後ユニコーンフード1袋入れます。よし、これをしっかりと振っていきます。シェイク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 。しっかり振り終わったらこれで15分ぐらい置いておきます。よいしょ。おぼぼー、すごい色。なんか海っていうか宇宙みたいな、ギャラクシー色のラメなしバージョンみたいな、そんな感じ。触り心地ももちもちしてて気持ちいいです。そうしたらこれにこちらユニコーンマジック入れていきます。これあんまり入れすぎるとね、多分白っぽくなりすぎるから、ある程度でいいと思います。これちょっと入れすぎちゃったけど、何色になるかな。あ、きれいきれいきれい。おお、水色系、淡い色になってきました。きれいですね。ユニコーンマジックで色こんな感じに変わりました。このラメ感っていうかパール感がめっちゃきれい。完成品はこのコンテナの中にしまっておきます。蓋をして、よし、こんな感じ。ということで今日はいろんなサプライズアイテム開封していきました。このさ、スイーツ系のシリーズ、まさかのスクイーズと、あとスクイーズのこの質の良さ、ここにすごくびっくりしました。本当に気持ちいい柔らかさなんですよね。あと香りもついてて、とても癒されるサプライズトイだなと思いました。あとこのクマさんのさ、この家政婦さんみたいなやつ、これも可愛いですよね。なんかシンデレラに出てくるあの魔法使いさん、あの人たちの雰囲気があって、これも可愛いなと思います。まあ、どれも可愛かったですね。このサヤエンドウのやつもすごい楽しかったし、あといつも開けている LOL ちゃん、これもねめっちゃ可愛かったですね。出てくるやつが当たり、私にとってはほんとめっちゃ嬉しい種類の2つ入ってて、満足満足満足です。あとプープシーのこのコンテナも可愛かったし、どれが一番と聞かれたらね困っちゃいますね。本当にどれも楽しかったです。皆さんどれか気になったのありましたでしょうか。並べるとさ、一層可愛いですね。もう中身も可愛いんだけど、パッケージも可愛くてね、パッケージだけでも並んでるとテンション上がっちゃうかと思います。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。